その時イエスは言われた。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると。羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を捨ており、羊も私を捨てている。それは父が私を捨ておられ、私が父を捨ているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。私は良い羊飼いである。Yeah.